あなたはプレミアプロを使ってるのにできることを知らなかったらプレミアプロ使いこなしてないも同然なんですよ。わかりますか？今回の専門用語プラスアルファ編は、まあ、覚えてなくても知らなくても編集はできる。それでもいいんだけれども、知っておいた方が編集の幅がめちゃくちゃ広がる。絶対に知っておいた方がいい。てかね、知らないだけで本当に損する。プレミアプロはそれこそアニメーションとかできないけど、できることは青天井なんですよ。大体何でもできる。でも、もしあなたがそんなプレミアプロのできることを知らなければ、もうプレミアプロ使ってる意味がないわけですよ。なんでプレミアプロ使ってんのって、まあ、人によっては会社でなんか使えって言われたから使ってるっていう人いるかもしれませんが、せっかく使うなら、このプレミアプロがどんなことできるのかって把握しておいた方が、編集の幅広がるし、より使いやすくなるし、もしかしたら編集時間短くなるんですよ。いや、確実になります。保証します。はい、もうゼロベースでやんなくてもいいこといっぱいあるんですよ。だから、まあ、専門用語今回プラスアルファ編ご紹介しますけれども、まあ、虫潰した。なので基本的な専門用語を理解しつつもプラスアルファでまた専門用語を理解しておくと、あ、お前プレミアプロそんなことできるのかと新たな発見につながります。これは保証します。絶対につながります。まあ、なるべく端的に分かりやすくパパパパパッとお伝えできるように努めます。レッツゴー。一つ目はマスクになります。これは素材に対して選択した範囲を表示させるのか表示させないのかといった、機能になります。まあ、テレビとかだとワイプって言ったり、まあ、YouTube でもねこのように画面の上に、自分の映像を映したりとか、まあ、ワイプって言いますけれども、まあ、名称がワイプってだけであってプレミアプロの、プレミアプロ上で使う名称としては名前はマスクという機能になります。選択した範囲、この動画で言うならばこのマスクという機能を消すと、消しますよ、このようによいしょ、じゃあ消去すると、はい、画面が出てきます。で、大きさとスケール、位置とスケールを変えているので、これ初期化するとこのような画面になります。で、まずは場所を決めて、そこからさらに不透明度という項目の下にある、楕円形と長方形とペンツールというものがあって、ここでマスクというものを押すとこのように四角くなります。で、4つの点があるのでそれらをこのように調整をしていくと選択している範囲だけ映像を表示させますよという機能になります。まあ、逆に選択した範囲外を表示させたいっていう場合は、例えばマスクの拡張とかっていうのをそうやってね選択した範囲がちっちゃくなるんですけど、まあ、ここで顔のところこうやって選択をして反転を押すと選択した範囲外が表示されるようになります。まあ、このように選択した範囲を表示させるのかさせないのかっていう機能がマスクになります。マスクについて理解を深めたい方はまた別の動画で解説をするのでそちらご覧いただければと思います。2つ目はモーションブラーです。モーションブラー、まあ、過去に僕このような動画を出しておりまして、DJI Web CM ロゴモーションの作り方っていうのがあるんですけれども、ここでモーションブラーのありなしの比較動画出しています。要は一言で言うとモーションブラーは残像という意味です。このようにわかりますかね、通常表示されているときは残像がない、でもモーションブラーというものを適用させるとこのように残像が生まれます。で、これはよく使われます。こちらも、まあ、ベンティー K さんという方で、4年前の動画になるんですけれども、この周り残像がありますよね。これはモーションブラーです。で、こういったモーションブラーっていう表現を知っておくと表現の幅が広がりますと、モーションブラーがあった方が躍動感が生まれます。なのでこういったモーションブラーという表現を知っておくと、まあ、何か映像を作りたいときにモーションブラーやり方プレミアプロっていうふうに調べることができるわけですね。モーションブラーは残像というふうに覚えておきましょう。これを知っておくと、まあ、いざ動画を作るときに、あ、ここの実写の場合はモーションブラーかけた方がいいな、まあ、つけた方がいいなとかいうふうなひらめきにつながります。だから知っておけば表現の幅が広がるっていうのはそういうことです。3つ目はプラグインです。一言で言うと拡張機能です。例えばプレミアプロで言うならば、まあ、僕もプレミアプロのプラグインでいろいろ課金をしておりますが、すごく便利なんです。プレミアプロで例えばですよ、このようなアニメーションとかこのような
ニメーションとか、あとはこんなアニメーション見えますかね。はい、こんなアニメーションを使うことができるんですよ。これは AE ジュースというプラグインを購入しているから。他にもレッドジャイアントのユニバースというものがありまして、年間2万円ぐらいするんですけれども、まあ、いろんなエフェクトやアニメーションというものが簡単に適用できると。例えば VHS のようなね、まあ、ビデオのトランジションとか、こういったワープトランジションとかいろいろできるんですよ。いろいろとかとか。プレミアプロコンポーサー、こちらは無料のプラグインです。まあ、プラグイン紹介動画も撮りましょうか、また別でじっくり。まあ、こういった拡張機能がありまして、プレミアコンポーサーでもこのようにアニメーション、テキストアニメーションが使えたり、今表示されているように徐々にテキストが浮かび上がってくるとか、下からダラララランって上がってきたりとか、こんなのをゼロから作らなくてもワンクリック、ツークリックでテキストに適用することができるんです。これ知らないでプレミアプロ触ったらもったいないでしょ。できるんですよ、こんなこと。結構高度なアニメーションだなってパッと見思うんですけれども、知らないだけでプラグインを導入したら、プラグインを購入したら、プレミアプロでもこのように高度なアニメーションができちゃうんです。こうやってポン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 ってできるんですよ。知らなかったでしょ。そうなんです、できる子なんです、この子は。まあ、そんな拡張機能のことをプラグインと言います。なので何かプレミアプロでそういったプラグインを使いたいなということであれば、プレミアプロプラグイン無料とかっていうふうに調べてみてください。とりあえず無料で使えるのはプレミアコンポーサーです。ぜひチェックしてみてください。4つ目、モーショングラフィックステンプレート。これはアニメーションのテンプレートと覚えてください。 Adobe のソフトで動画編集系ってプレミアプロとアフターエフェクトがあるんですよ。プレミアプロは動画編集、アフターエフェクトはどちらかというとアニメーションで、アドビ社は考えたんです。アフターエフェクトでアニメーションは作れるけど、プレミアプロでもうアニメーション使いたくないって考えたんです。そして作っちゃったんです。アフターエフェクトで作ったアニメーションをプレミアプロでも使えるようにしたものを作ったんですざっくりすごくざっくりな説明になりましたけれども、まあ、そのファイル形式のことをモーショングラフィックステンプレートと言いまして、高度なアニメーションをプレミアプロでも簡単に使えますよっていうものです。まあ、それを一言で言うとアニメーションのテンプレートっていうふうになるんですけれども、この僕の画面で言うとエッセンシャルグラフィックスというタブがあって、ここに入っているものがモーショングラフィックステンプレートと言われるものになります。例えばそうだな、これを選択して導入、タイムラインにドラッグ&ドロップをするだけで再生をすると、またそのリンクする作業をしなきゃいけないの、めんどくさくね。まあ、こんなタイトルアニメーションが出てくるわけですよ。便利でしょ。プレミアプロでこんな作れないよ。アフターエフェクトで作ったものをプレミアプロで使えるようにしてるからこそこんな風に使えるわけですよ。めちゃくちゃ便利。モーショングラフィックステンプレートを知った時の僕はめちゃくちゃ感動した。めちゃくちゃ楽しかった。プレミアプロでこんなことできるのって、早く教えてよって、それを知りたかったんよって。今までプレミアプロ使ってた時間は何だったの、最初から教えてよって。もはやもうこれでいいやんっていう難しい編集いらないやんっていうね、ことなわけですよ。もうね、だいぶモーショングラフィックステンプレートに課金してますよ。だって作らなくていいんですよ。アニメーション作る手間とか工数とかスキル習得を考えたら、まあアニメーション作れます、作れるんですけど、作れるからこそその工数を知ってるわけですよ。それをさらにプレミアプロで使えるようにするっていうのはまたちょっと一手間必要なんですね。で、それを知ってるからこそ、課金できるなら、課金してその時間が省けるなら喜んでお金払うよっていうぐらいいい、もう便利なやつなんですよ本当に。モーショングラフィックステンプレート無料であります。調べてください、出てきます。そして僕が購入してるやつとかも今後動画で紹介します、お楽しみに。続きまして、ラットということで、これね、なんかよく聞くけどよくわからんなというふうに思ってる方きっと maybe 多いはず。まあ、ルックアップテーブルという略でして、一言で日本語で言えよと、はい、色調整のデータが格納された
プリセットっていうふうに思ってください。まあ、プリセットって何っていう方はちょっと次の項目でプリセットとは何かって話すのでちょっと待ってくださいね。例えば動画のね色を編集するときにこちらルメトリーカラーというウィンドウを開きます、使います。まあ、ウィンドウこれルメトリーカラーなければウィンドウからこちらルメトリーカラーにチェックを入れてください。でここでいろいろ基本補正で露光量、明るさとかコントラストとかホワイトバランスっていうものを調整できるんですよ。このようにね、まあ、こういった調整項目をデータ化したものを LUT と言います。ルックアップテーブル LUT と言います。まあ、なので LUT の適用方法を簡単にご説明すると、ルメトリーからの基本補正の LUT 設定のところをチェック入れると、ここにまあカスタムとか参照とかいろいろありまして、まあ僕も過去にいろいろ LUT ダウンロードしてきてるのでいろんな種類の LUT があります。このようにいろいろあるわけです。でこのように動画に対して色味調整を細かくするんじゃなくて、もうとにかくサクッと色編集をしたいんだという方はこういったラットを使ってみてください。まあラットに関しても詳しく話しましょう。ラットにも大きく2種類があるんですよ。で今話したと長くなっちゃうので、ちゃんとしっかりまた後ほど別の動画で話しますので一回説明していくと、まああとちょっと1個言い忘れてたのが、これラットルメトリーカラー適用させる場合は調整カラー使いましょう。調整カラーじゃねえや、調整レイヤー、はい、このように動画があったら動画の上に調整レイヤーを置いて、調整レイヤーにルメトリーカラーを適用させる。そしてこのラットはもう何千種類とあります。その何万かもしれない、めちゃくちゃ種類あるんですよ。素材によって合う合わないはありますし、素材に適用させてからさらに適用具合を変えたりとかっていうこともあるので、今話してもうすでにちょっともうごめん中地今言ってることよくわからないよとなっちゃってる場合は、一旦押さえておけばいいこと1個だけです。とにかくルメトリーカラーで色調整する際の調整項目がデータ化されたものが LUT っていうんだなと。なので YouTube を見てる時に LUT 配布とか無料 LUT とかって書いてあったら、そういった映像の色味をワンクリックでポチッと変えられるデータが今配布されてるんだなっていうふうに思ってください。それが LUT なんです。最後プリセットでございます。プリセットはエフェクトのパラメータを記録した、まあ、データと思ってください。例えばちょっと画面見ながらお話をすると、例えばこちらの動画でこの撮影素材の切れ目の間に調整レイヤーを適用させています。そこで何やらブラーやら何やらいろんなエフェクト適用してますよね。ねえ何個あるんだっていう、めちゃくちゃありますよね。これこんなの自分でやってないです。これがプリセットなんです。一回再生しましょうか。まあ、こちら今撮影素材が2つあって、その切れ目に調整レイヤーを適用置いています。でその調整レイヤーの中に2、4、6や10個ぐらいこれエフェクトが適用されています。ねえ難しそうだなって思ったでしょ。でもね簡単なんですよ。僕これ何もいじってない、何もいじってない。まあ一回見てみましょう。1枚素材により、はい、このように、まあ、ライトリークって言うんですけれども、光のトランジションですね、はい、これを適用させています。でどうやって適用したのっていうのがプリセットを適用しましたってことなんですよ。 What ってことですよね、はい、What ですよね。まあ無料じゃないな、これ有料の月額3000ぐらいのモーションアレイというサイトがあって、まあ、そこで配布されていたプリセットになるんですけれども、例えばこれらのエフェクト一旦削除していきましょうか。削除して、はい、ここにライトリークトランジションコールドワームあります。じゃあワームの10にしてみましょう。これを調整レイヤーにドラッグ&ドロップします。そうするとなんと見てください、エフェクトが一気にドカンとコピペされました。このようにエフェクトとそこのエフェクトに適用されたパラメーターっていうものがこのデータ化されていて、データ化されてるからこそ僕はそれを調整レイヤーに適用させただけで、このようにこのように1万課金する価値があるかどうか取り出しをした方がいいかも。1枚素材により切るトランジションを適用させることができるんです。わざわざ一個一個こんなんやってられませんよ。プリセットをドラッグ&ドロップすればこれで一発でできるわけですよ。めちゃくちゃ楽でしょ。これ知らなかったら損してるよねっていう、そのレベルなんですよ。まあ、そういったエフェクトのパラメーターを
一気にこう、まあ、調整されてるんですよ。このようにいろいろ見たらね、わけわかんない方いらっしゃると思いますが、キーフレームというものが適用されていて、そのエフェクト一つに対してどの時間軸でどういった変化を起こすのかっていうパラメーター、まあ、調整項目があるんですね、まあ、それをデータ化しています。だからそういったデータ化したものが世の中には売り出されていて、我々はそれを買うことができる、無料でダウンロードすることができるんです。もう自分で作るんじゃなくて、世の中の誰かが作ったものがあるならば、それが優秀ならば、それを使おうじゃないかと、誰かの努力の恩恵をしっかりと受けていこうじゃないかと、その方がいいわけですよ。その方が楽しいわけですよ。だからそういったプリセットを俺も使いたいなと。あなた使いたいと思いましたか？思うよね。俺思ったよ。もうめちゃくちゃ思ったよ。で、僕はこれを知った瞬間にめちゃくちゃテンションが上がったわけですね。だからそれを伝えてるわけですよ。ぜひ活用してください。まあ、買わなきゃいけないものもあるんですが、無料プリセットプレミアプロとかって調べたら出てくるかもしれません。あとそういったプリセットのダウンロード方法とか適用のさせ方とか、まあ、普段僕が使っているサイトの紹介とかも今後動画で出していきますので、乞うご期待ということで、中地のクリエイティブ大学、今回は専門用語プラスアルファ編ということでね、まあ知らなくても動画編集できるよ、でも知っておいた方がよりプレミアプロ活用できるよっていう、まあ、コンセプトというかね、まあ、趣旨でピックアップしたキーワードが6つあったんですけれども、いかがでしたでしょうか。知らないということは、まあ、その恩恵を最大限受けていないということなんですね。知れば恩恵を受けられるのに、知らなかったがゆえにそのプレミアプロの恩恵を受けていない。もうそれね、プレミアプロ使ってる意味ないですから、他のソフトでええやんっていう話なんですよ。なので今回の動画を見て、もし発見があったならば、ぜひ調べるなりしてプレミアプロ最大限有効活用していきましょうということで、今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いしますということで、今回の動画は以上になります。ドライアイ、目がパチパチする、ありがとうございました。